三世古地区だし、大淀祇園祭りは、三重県滝郡名和町大和大淀地区で行われる祭り。地元では、祇園さんと呼ばれている。天皇祭の別名もあるがこちらでほとんど呼ばれていない。江戸時代中期頃に薬病を払い五国法上。漁業の発展を祈願する民間信仰から始まったと伝えられ、毎年旧歴6月14日に近い土曜日に行われる、千島神社及び、 八坂神社の流れを組み、大和大淀の三瀬湖、東区山大淀の三地区より、出しが引き出される。東区三世古山大淀出しは、各地区とも一基ずつ保有。工日の通り出しの構造や装飾、気温林も共通しているがそれぞれ保有する、地区内のみを巡行し、基本的に一箇所に合流しないが、記念行事等で合流することがある。仕掛け花火また、 夜には花火大会が行われ、約2000発の打ち上げ花火のほか、津波と呼ばれる近隣の花火大会では見られない、地元独自の点火方式による仕掛け花火が行われ、オイズの花火として近隣市長に広く知られている。ナイアガラが二度とフィナーレあるなどローカルな花火大会ながら規模は大きく、フィナーレにはその年の世相を表した枠仕掛けがある。三区とも共通しており、 夏季のような特徴がある。ただし、出汁は倉庫から出され装飾のみされていた伊勢市、東大泉町の祇園祭りの出汁も橋を越えて、名和町側まで引かれて折り返しているこの行事は、満潮時に行われるため潮位の関係上、開催日が7月下旬になったり8月上旬になる。有原の成平、有原の雪平に由来。当地は、有リの成平ゆかりの地であるため大会の企画。 立案のみで、花火の製造及び打ち上げは、亀山市の業者に委託している。2003年に、大淀祇園祭250周年記念として、初めて3地区の出汁が、大淀漁港に合流し、その10年後の2013年にも再び合流した。さらに6年後の2019年に、令和改元記念で3度目の合流、そしてさらに2020年から、毎年合流することを決定した。 ただし、伊勢市東大泉町の出市は、からくり人形があり、共通点はあるものの名古屋型に近く装飾も異なる。大淀祇音サイト、花火板屋さん委員長賞名話の写真コンテスト、中日新聞2019年10月25日付長官、伊勢島版18ページ、ありがとうございます。